ライフジャパンをご覧の皆さん、レディアをおはぎです。私の新曲ファイナルコールがリリースされました。イエイ。この新曲ファイナルコールは10月7日公開の映画七人の秘書ザ・ムービーの主題歌となっております。今回も強いサウンドで書き下ろさせていただきました。七人の秘書の皆さんの仲間になった気持ちで、8人目の秘書になった気持ちで歌っております。この曲はエンドロールが始まりの合図って言ってるように、エンドロールからまた次のストーリーが始まっていくよっていうような、ここからが私の始まりって思わせてくれるような、すごく力強い曲になっています。私も歌いながらどんどん力が入っていくようなパワーソングになっているので、ぜひ皆さんたくさん聴いてください。そうですね、Who I Am を歌ってからもう2年が経ったのがびっくりなんですけど、あの曲も七人の秘書のために書き下ろした曲なんですけれど、 Who I Am っていう曲を終えて、ちょっといろいろ自分の中でツアーだったりいろんなものを一区切りで終えたんですけど、やっぱりその終わったなって思った瞬間がスタートだなって実感したのが、このファイナルコールでも歌っている歌詞にあるんですけれど、本当にそこから自分の体験したところから、ここからがスタートだなって自分自身も思いながら、書き下ろした曲になります。Who I Am っていうね、言葉がファイナルコールの中にも出てきたりしますし、2つはなんかちょっとつながっている曲でもあります。ミュージックビデオでも Who I Am のちょっと匂いを香らせていたりもしますので、ファイナルコールと Who I Am はすごく切っても離せないような曲になっているかなと自分でも思います。はい、2つがなんか歌えて、すごく自分自身も強くなったなと思います。はい、私もデビューする前からすごくゼップっていうライブハウスが大好きで、いろんなアーティストの方のライブを見てきた、ライブハウスで、自分もいつかライブゼップツアーやりたいなって思ってたので、今回できることが本当に、嬉しいです。まあ、アンジップっていう解放とか解凍するっていうファイルを解凍するっていう言葉にかけて、ゼップをかけてアンジップっていうタイトルにしたんですけど、今回はライブハウスツアーということで、今までにないぐらいちょっとロックなテイストも出していきたいなと思いますし、新曲たちもねガンガン強いファイナルコールたちもいるので、はい、ここねパワフルで、すごくもうみんなの力がぶつかり合うような、はい、ライブツアーにしたいなと思いますし、すごくやっぱりスタンディングのね席もあったりするので、そういった席の皆さんと思うままに楽しむっていうのがね、すごく私の、今の一番の、はい、楽しみというか、それを目標に今生きています。本当に皆さんに会えるのを楽しみにしています。アンジップ、もうみんなの心が解放できるように、はい、私も自分から解放して歌いに行きますので、もう、ね、心配せず、身を預けて、来てください。一緒に楽しみましょう。よろしく。ドイチェー。